高行き。うん、わかった。そういえば高行、高校でも働いてるって言ってたよね。ああ、星稜高校のミステリー研究会とかで指導員やってるよ。へえ、青春の真っ只中にいるんだね。エミリちゃんは高校時代はどんな子だったの？今とあんまり変わらなかったよ。東京の高校に行ってたんだけど、高校は楽しかったな。高校時代はモテたんじゃない？うん、モテ期だった。1年に100人以上から告られたかも。すげえな。どうした急に。おう、なーに？そんなに見つめちゃって。綺麗？ありがとう。可愛いはよく言われるけど、綺麗はレアだよ。高行もかっこいいよ。ところで、うん、趣味全開の服だよ。お店では店長の趣味全開の服だけど。なるほど。どうかな、似合ってる？おう。もレザージャケットにデニムだなって似合ってるなって思ってたんだよ。私たち服装の趣味も合いそうだなって。俺もだよ。実は今日服のこと言ってくれるかなって期待してたんだ。ねえ高行、今度一緒に洋服見に行こうよ。服見ながらいろいろ語り合いたいな。おう、それって…うん、お客さんにもらったんだ。なんか何十万円もするんだって。マジで？若い男の人だったよ。20代後半くらいかな。ソシャゲの会社の社長やってるって言ってた。へえ。でもさ、お金より大事なことってあるよね。ああ。高行はお金より何を大事にする？なんか深いね。うん、そうかも。探偵のお仕事はどう？高行らしくいられる？ああ。そっか、ならいいね。エミリちゃん、
お店では好きにできてるし、お客さんとおしゃべりするの楽しいから。なるほど。うん、好きな仕事だよ。わかった。うん。なあ。エミリちゃん。うん。
雪、今日はなんかありがとね。ん？なんか悩みを話したらすっきりした。そう？うん、苦しい思い出もエネルギーになる。うん、確かにそうかも。忘れちまった方がいいこともあると思うよ。うん、でも忘れられないから。それなのに忘れようとしてずっと苦しかったから、だったら前に進むエネルギーにしちゃえばいいって思うの。なるほどね、わかるよ。おい、おい、ああ、おう、
で？まあな。ああ。